渡辺大輝は、千葉県松戸市出身のプロ野球選手。宇藤右内。東京ヤクルトスワローズ所属。小学生時代は、千葉県松戸市の小金原ビクトリーで野球を始める。中学生時代は、千葉県の公式クラブチームの松戸リトルシニアに所属。自らの代ではキャプテンを務める。中学3年時に200メートル走で、全国大会に出ている。 専修大学松戸高等学校では1年秋から遊撃手のレギュラーに定着。3年夏に第97回全国高等学校野球選手権大会に出場し、1回戦の花巻東戦では2安打を放つもチームは敗退。自身が最後の打者だった。高校通算17本塁打。チームメイトに原隆がいた。 2015年10月22日に行われた2015年ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから6位指名を受け11月19日に契約金2500万円年俸500万円で合意し12月11日に新入団選手発表が行われた背番号は492016年 1>, 1軍公式戦の出場機会はなかったが、2軍公式戦において74試合に出場し、3本類打、10打点、4盗塁、打率。256の成績を残す。11月25日から台湾で開催された2016アジアウィンターベースボールリーグにおいて、NPB イースタン選抜に選出される。二千十七年五月はイースタンリーグにおいて、打率。 362、25アンダと活躍。スカパー。ファーム月間 MVP 賞を受賞する。9月3日に、明治神宮野球場で行われた対、広島戦において、代打として一軍公式戦出場を果たす。11月25日から台湾で開催される2017、アジアウィンターベースボールリーグにおいて、n p b スタン選抜に選出される。 同大会への参加は前年に続き二度目となった。2018年は村上宗隆の加入により内野の競争が激しくなったことから外野手に挑戦。二軍での出場試合の大半で外野手として出場した。オフの契約公開にて翌2019年シーズンから外野手への完全転向を表明、登録も外野手にコンバートされた。2019年。 5月10日の読売ジャイアンツ戦でプロ初安打、初本塁打を記録した。2020年はダイソーとしてプロ入り後最高となる33試合に出場した。ありがとうございます。